この服、頑張って作ってみたんだけど、どうかな？あのね、前にお姉ちゃんに教えてもらったんだけど、今日って、ファッションショーの日なんだって。まさかルビーの誕生日が、そんな日だったなんて。だから、ファッションとか、おしゃれとかに興味があるのかもね。それに、ルビーって宝石の名前でしょ？宝石ってキラキラして綺麗だから、見てると幸せな気持ちになるんだよね。ルビーにはね、情熱とか威厳って意味があるんだよ。素敵でしょ？でも、ルビーの誕生石はサファイアなんだよね。サファイアには慈愛や誠実、徳望って意味があるみたいで、最初、特防が分からなくて調べたの。そうしたら、特防は人に尊敬されたり信頼されたりすることなんだって。さすがに尊敬はちょっと難しいかもしれないけど、今日で一つ大人になったわけだし、今まで以上にみんなから信頼されるように頑張らなくっちゃ。お姉ちゃんに連絡するのを忘れてた。この分じゃまだまだ特防は難しいかな。でも来年の誕生日までにはなんとか。頑張るルビー。また一年見守ってね。